第48回全日本合気道演武大会、いよいよ最後の演武となりました。上芝森照同士の演武であります。開祖上芝森平郎は麗しきこの芸術の姿、武士の厳しい生きていることを伺いました。そして相手は本の論点によって中心に起立し、美しい平和な世界を築くことが合気道に与えられた使命であると説かれました。同志は道の中心としてこの使命実現のために邁進されております。第48回全日本合気道演武大会、大変盛会にできました。これもひとえに今日お集まりの皆様方のご協力ご支援の賜物だと思っております。開会式の時にも申し上げましたが、と同時に第1回全日本の演武大会が昭和34年に開かれております。今日までしっかりとした形で歩んできました。これもその時々の皆様方がしっかりと合気道に稽古を大事にして取り組んできた流れが今日のこうした素晴らしい大会につながったものと私は思っております。これからもこの素晴らしさを次の世代に伝えていくことが我々の使命ではないかと、こういうふうに思います。最後に締めくくりといたしまして、これから演武をさせていただきます。私どもが普段稽古してます基本技をもとにやらせていただきたいと思います。
はい。